アッセンブル、こんにちは。どうも、エルライトです。本日もランク戦やっていくんですけど、今日はですね、田中のマー君を2試合とも先発させようかなと思います。まあ、田中のマー君の使い方というか、僕がこうやって配球してるよっていうのを、まあ、メインでやっていこうかなと思います。初回はですね、必ず僕はもう打たれていいんですよ。打たれていいからツーシームをどんどん投げます。ツーシームと、まあ、この高速スライダー斜めは必ずボールにしてください。今ちょっとストライク入っちゃいましたけど、ボールでいいです。問題は左バッターなんですよ。左バッターは初球この斜めで必ずボールです。ストライクはいかれます。あー、いかれた。甘い。危ねー。これはダメなんですよ。ホームランボールです。で、左バッターは僕逆にツーシームはあんま投げないようにするんですけど、今空振りしたんで、これは多分詰まるか三振かです。 OK。 はい、ということで、まあどうしようかな。バッティングの方は、まあ、一応なんか喋ってきますけど、カットになるかもしれないですね。はい、まあ投球メインなんでね、バッティングはそんな映さないかもしれませんね。はい、こんなバッティングをしてしまったらカットかもしれません。フルヒついちゃってたよね、確かね。勝ち込みたいけどな。インコース来たら打とう。アウトコースは一旦いいや。やっぱプルヒは結構気にしちゃいますね。来た。あー、ゴロになっちゃったけど、まあいいや。オッケーオッケー。さあ、正隆さんね。おー、強っ。どっちも90超えてた。さあ、うん、どうなんですかね。千賀さんもスプリームの方が強いのか、ツーシーム C の方が強いのか、意見ちょっと分かれますよね。確か今スプリームはね、なんだろうな、仕留めるっていう球よりかはカウントを稼ぐ球としては確かに強いとは思うんですけど、どうなんすかね。大会になったらさらに難しいですよね。ランク戦は僕未だにツーシーム C の方が多分強いなと思ってるんですよ。でも大会になってくるとスプリームもね、意外と強いんですよ。あー、詰まったけど外野前進してたかな。オッケーオッケー。よし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 。てな感じで、千賀さんもね、いろいろ種類あるし、なんならね、来年とかメジャーに行くかもしれないから、通常で出るのがね、今年で最後かもしれませんからね。取ってない人はやっぱり取っときたい部分もありますよね。さあ、ツーアウトになりましたけど、もう1点2点加えたいな。てか、コールドしたらマーク見れなくなるから、まあこれぐらいがちょうどいいのかな。うん、まあ打ちますけどね。オッケー。ここはね、ストレートハロー。よーん、フォークかい。いやー、取られたか。さあ、どうなったかな。バッティングの方もちょっとは喋ってたんですけど、カットになってるかもしれないです。とりあえず、まあ2点先制はできました。はい。さあ、2回はですね、初回でまあツーシームガンガン見せてるんで、逆にツーシームはそんなに見せないって感じで僕はいつも言ってます。はい。でもカウント悪くなってツーシームは浅はかなんで、逆にこういうストレート思いっきり行ったりしますね。さあ、ドン。いやー、強引に持ってかれたね。まあ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 、今の詰まってるんで、逆に詰まってるんだったら、まあツーシーム行ってもいいかもしれないですね。これでちょっと様子見します。あー、なるほど。じゃあここはね、もう一球いきます。これ勝ち込まれたらうまいっす。 OK。 で、ここね、案外ストレート見逃し三振ね。これどう。いやー、ボール。マジかー。今決めに行ったのにな。いい球だったと思うんだけどな。てかスプリットめっちゃ見るよ。絶対どっかで振ると思ったのに。あー、やばいかも。ここちょっと勝負のアウトコースいきます。ここら辺でちょっと一球見せとこう。うわー、カットされた。マジか。ワンアウト取れると思ったのにな。じゃあちょっとごめんなさい。おーい。あー、怖かった。危ない。今のでもう多分大丈夫だな。もうアウトコースをバンバン攻める。相手は多分 K 出さないはず。うん、インコース多分待ってるんで、ずっとインコースに来てたんで。おー、手で出してくれたけど OK です。はい、ということで2試合目ですね。で、まあさっきもね、大方言ったんですけど、初回はもう打たれてもいいんです。これ勝ち込まれてもいいんですよ。1点2点だったら返せるんで、勝ち込まれてもいいぐらいの感じでツーシーム相手にどんどん僕は投げますよっていうのを意識させます。はい。で、K
急に配球を変えていくって感じですね。オッケー。さあ、ここどうしよっかな。2人目は悩むんすよ、いつも。スライダーから入るか、ツーシームから入るか、いろいろあるんすよ。これも取れる。OK。で、左か。左はね、ちょっと怖いんすけど、まあ、この人ちょっと詰まってるんで、ツーシームで、行っちゃっていいかな。で、ここら辺で、ツーシーム来ると回して、一球スプリットね。あー、振らない。なるほど。もう一球いきます。あー、いや、振るよね。そりゃ振るわ。で、最後、ここ。ボール球な。絶対これボール球。入ってんだよな、それ、さっきから。それね、皆さんはもうちょっと外してくださいね。僕はギリギリをちょっと攻めてるんで、いつもストライク入っちゃうんですけど、あれはね、ストライク入ったらホームランボールなんで、ダメです。はい、良くないですね。甘い。危ねえ。今のは甘すぎたね。で、さっき決めれなかったストレート、ドン、ダボール。あー、さっきからストレートがボールになる。見逃し三振狙ってんのに。ここはね、一球スプリットで逃げよう。これ振ってお願い。あー振ってくれた。オッケー。はい、ということで、この試合もカットになるのかな。バッティングはわかんないですけど、まあ、なんか見どころがなかったらそのままカットして、多分2回表に行ってるかもしれません。はい、どうなってるかは僕もわかんないですけど、一応喋っておきましょうね。で、プロスピの話をすると、多分もう少ししたらOB の季節がやってくると思うんですよ。いやー、まあね、最近というか今年僕心がけてるのは、無駄な課金はしないということを心がけてこの1年やってるんですけど、まあ OB のメンツ次第ではとか、あとダルビッシュセレクションとかも来るんでね、そこのメンツも気になるんですけど、まあその辺でちょっと今年はお金使いたかったんで、まあ今までね、前半全然課金してなかったんで、そろそろね、ガチャ動画とかも増やしていこうかなっていう季節ですね。はい、まあ、メンツによりますけどね、僕が欲しいと思ったら引きますけど、まあ、そんなにって感じだったらスルーするかなって感じですね。さあ、いったやろ。オッケー、ナイスバッティング。今のは美しい。さあ、ここ2点、あと3点でコールドか。ちょっとまあ、マー君のあれだけど、動画だけど、まあコールドは目指していきますわ。あー、これ落ちるよ、落ちる。オーケー、ナイス。てか今気づいたけど、相手もマー君か。まあ僕が使ってるのは去年のシリーズ2のやつで、このマー君は去年のシリーズ1かな。で、それぞれね、強いんですよね。僕のマー君は高速スライダーが1個変化量多くて、相手のマー君はスプリットがね、1個多いんですよね、変化量が。相手何してんの？大丈夫？だからまあそれぞれで強さはあるんですけど、強さというか強みね。まあ僕はシリーズ2、僕が使ってる方がまあ僕は好きかな、強いかなと思ってます。 OK、 あ、出した。